皆さん、このものすごい世界の文明を破壊するような私の声が皆様方の左側から流れてますかな。コロンビアトップでございます。私の声があなたの左側のスピーカーから聞こえていますかな。皆様、右のスピーカーから流れてまいります私の声がコロンビアライトでございます。どうぞよろしく。私の声があなたの右側のスピーカーから聞こえてまいりますか。ライト君。はい。それじゃ真ん中に寄りましょう。寄りましょう。ライト君から先に歩いてみてください。はい。皆さん、こんにちは。このレコードはコロンビアステレオレコードです。まず2つのスピーカーを結ぶ直線を底辺とする二等辺三角形の頂点に当たるところにあなたの席をお決めください。そして今話している私の声が両方のスピーカーの中央真ん中から聞こえてくるようにセットを調節して音のバランスをとってください。このレコードは音の世界のナンバーワン日本コロンビアがその世界に誇る技術を集めてこの度新しく録音したコロンビアステレオレコードです。ステレオレコードは一言で言えば音のシネラマです。今までのレコードはどんなにたくさんのスピーカーを使ってもただ音がそのスピーカーから聞こえるだけで音そのものに動きがありませんでした。そうでしたね。しかしステレオレコードはシネラマに映る人物や駅馬車が右に左に動き回るように音が右に左に自由に動き回るのです。例えば今私とトップ君が右と左に向かって歩いていきますとこうなります。ではトップ君が先自分で組んつけば世話ないな。じゃあ僕先に行くからね。はい、はい、元の位置にコロンビアトップは戻りました。はい、ライト君どうぞ。はい、じゃあ戻ります。元の位置に戻りました。このようにあたかもあなたの前を実際に2人の男が右へ行ったり左へ行ったりしながらおしゃべりをしているかのように音の動きをそのままあなたに聞いていただけるレコード、これがステレオレコードです。素晴らしい音の広がり、迫力ある音の動き、そうです。あなたをコンサートホールの特別席へお招きし会場の雰囲気をそのままに味わっていただけるレコード、これがコロンビアステレオレコードです。さあ、それでは皆様にいろいろな音の動きを聞いていただきましょう。まずピンポンの音です。次は二子玉川園のジェットコースターの音です。今度は青山の東京ボーリングセンターにご案内いたします。さあ今度は小田急線のある踏切です。箱根湯本行きのロマンスカーが通過いたします。
Oh,